チャールズ・ロデリック・ファーブッシュは、アメリカ合衆国、メイン州ポートランド出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。2007年の MLB ドラフト40目で、デトロイト・タイガースから指名され、6月21日に契約。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コースとタイガースでプロデビュー。A 級、ウェスト・ミシガン・ホワイト・キャップスでもプレイし、 2球団合計で12試合に登板して、防御率2.34を記録している。2008年は、トミー・ジョン手術のため全球した。2009年に復帰した。2010年は、A 級レイクランドフライングタイガースでスタートし、最終的にトリプル A 級、トレド・マット・ヘンズまで昇格。合計159イニングを投げ、マイナー全体で2番目に多い183。 脱三振を記録した。2011年5月23日のタンパベイレーズ戦でメジャーデビュー。2011年7月30日にダグフィスター、デビッド・ポーリーとのトレードでキャスパー・ウェルズ、チャンスラフィンと共にシアトル・マリナーズへ移籍した。マリナーズ移籍後は先発ローテーションの一角として起用された。2012年はリリーフに転向し、 48試合に登板して、防御率2.72位、前年を上回る5勝を記録した。投球イニングを超える三振を奪い、脱三振率は10.0を超えた。また、ツーシームを効果的に投じるようになったことで、左打者のみならず右打者に対しても強さを見せ、飛躍につながった。2013年は、出場機会が大幅に増え、71試合でマウンドに上った。 前年ほどの好調はならず、防御率3.742勝6敗という成績に終わったが、スライダーを投じるようになったことで、さらに三振が奪えるようになり、脱三振率で自己記録を更新した。2014年は選手会長に就いた。ピッチングでは67試合に投げ、通算200試合登板を達成。1勝5敗と大きく負け越したものの、 防御率を改善して3.61とし、脱三振率も3年連続で10.0以上を記録するなど、安定感のある投球を見せた。また、請求力が格段に向上し、予死休率1.9は自己記録だった。2015年は33試合の当番に止まったが、防御率で自己ベストとなる2.08を叩き出した。他方、 脱三振率は4シーズンぶりに10.0未満に終わった。2016年はメジャーでの登板はなく、参加の A-9、エバレット・アクアソックスとトリプル A 級タコ・マレーニアーズでプレイし、2球団合計で8試合に登板して1勝1敗、防御率5.685脱三振の成績を残した。シーズン終了後の十一月二日に四十人枠を外れた後、四日に、 FA となった。2016年8月と2017年に部分断裂した左肩回ス筋鍵盤の回復手術を受け、その後、約2年間にわたりリハビリを行ったが回復することはなく2019年3月に引退を発表した。球種は平均90.7マイルパーアワーの速球とカーブ、スライダー、チェンジアップ。左打者に対してはカーブを 右打者に対しては、チェンジアップを得意にしている。ありがとうございます。